周りを困らせる人と付き合わない。断るごとに人を不快にさせてばかりいて、自分だけでなく周囲の人まで老狽させる人は多い。こういう人と無縁でいるのは難しい。どこにでもいるよくあるタイプだからだ。何かにつけ落ち度を見つけ、わからずやで散々人に迷惑をかけないうちは日も暮れない。中でも立ちが悪いのは、自分は何一つまともにできないのに、 人の努力を馬鹿にして悪口を言うことで生せい,せいしているタイプだ。孤独に暮らしているのは多分そのせいなのだろう。